はい、7月27日、19時32分ですけども、いかがだったでしょうか。今朝の相場解説で、こちらの方からね、展開が変わってきて、これが上昇の方にずっと向かうんではないかなというふうに申し上げました。で、バイで取っていこうと思ったんですけど、バイでは取れずに、その後なんですけども、このネックラインを超えてからね、セルで入れば間に合うよと言いましたけども、十分間に合ったでしょ。ですんで、この2段構えの今日の作戦は勝利ということで、現在105円の252あたりで推移してるわけですけども、今日もね、取れたんじゃないですか。40ピップスほどいけてると思います。倍にならなかった場合は N を書いて、さらにセルの方へ向かう、このシナリオドンピシャということでございます。では明日もね、セルの方に意識を向けて相場解説させていただきます。お疲れ様でした。